クレジンやばいか4選、プッツンしちゃうぞ。無才のいない間に散らかった食器やチラシの後片付けをすれば、豪華なご褒美がもらえると的外れな妄想をするしんちゃん。しかしやることなすこと裏目に出てしまい、ゲージめちゃくちゃになってしまう。理性が切れ、ヒロシのゴルフクラブで部屋を破壊するしんちゃん。当然最後は帰ってきたミサイに怒られるのでした。母ちゃんの交通事故だぞ。ミサイが交通安全人形に車をぶつけてしまう。電話が入り、事故現場に駆けつけたものの、しんちゃんのペースに巻き込まれてしまい困る警官二人。ミサイはミサイで自動車保険が降りると言われ、臨時収入が後喜ぶします。警官にこいつらほっといて帰るかと呆れられてしまうのでした。お葬式に行くぞ。お葬式に来た野原家の三人。しんちゃんがお坊さんをてるてる坊主と呼んだり、木魚を叩きまくったりしてお葬式を妨害します。さらに正座で足がしびれたヒロシの足を、しんちゃんが踏んでしまい、ヒロシが倒れたはずみで他のお葬式に参加していた人たちも将棋倒しに倒れ込んでしまい、お葬式はめちゃくちゃになってしまいます。風間くんと喧嘩だぞ。吉永先生の確定ではなく、ダイナマイトうんうん発言のある回。アニメクレヨンしんちゃんは原作にあった過激シーン&発言はほとんどカットされるか改変されているのですが、なぜかこのセリフはそのまま放送されました。